ボンバルディア機の航空事故とインシデント。ボンバルディア機、あるいは、ボンバル機とは、国土交通省の表記でいうボンバルディア式、DHC-8 型機に対する俗語で、日本国外では、主にダッシュ8へと解消したが、一般的には、過去の名称を用いて報道される傾向がある。本項目では、現在までそれらの起こした、航空事故と、重大インシデントについて触れる。 2007年に旧シリーズの Q400 が、こ着装置の事故を多発したことから、ボンバルディア機が注目された。2007年3月に、全日本空輸、ANA の子会社である、エアーセントラル、現 ANA ウイングスが運した、ANA1603 便の全日空機構地、空港胴体着陸事故を皮切りに、同年9月から10月にかけて、 スカンジナビア航空のボンバルディア機が短期間に3件の航空事故を起こし、スカンジナビア航空は2007年10月28日をもって使用を取りやめる運航停止を発表した。最も過去の事故は、1990年11月にタイのバンコクエアウェイズが起こした事故で38名の死傷者を出したが、この事故原因はパイロットの連続ミスである。 多数の死傷者を出した事故として、1995年にアンセットオーストラリア航空の子会社が起こした703便墜落事故と2009年2月にコンチネンタル航空と委託契約を結んだコルガンエアのコンチンタル航空3407便墜落事故が挙げられるが、双方とも原因はクフィットによるものである。2007年3月13日に、 エアーセントラル運航の DHC-89402J849A a が国内線で大阪国際空港発高知空港業の全日本空輸 ANA1603 便において着陸前になって前足の着陸装置が故障し高知空港に緊急着陸を行った死傷者は出なかったものの国土交通省より航空事故と認定された 事態を重視した国土交通省は事故当日13日に日本国内の航空会社に対して緊急点検を指示し15日には定期点検の強化についても指示を出した2007年6月に国土交通省はカナダ政府及びボンバルディア社に対して改善要求を行い6月と8月の2回にわたってカナダ政府ボンバルディア社と協議したその後 航空、鉄道事故調査委員会が2008年5月28日の報告書で前足ドア開閉時にボルトが欠落したことによるものと原因を特定したことから点検に関する指示は解除された。その後、同期は飛行可能状態にまで復帰し、対空性にも問題はなかったが事故を起こした高知空港の地元を中心に反発が強かったため、 当面の真下地島での訓練に使用され、2009年度末に、ボンバルディア社に引き取られる形で売却された。2009年2月12日、コンチネンタル航空のアメリカ合衆国国内線が、ニュージャージー州ニューアークのリバティ国際空港から、ニューヨーク州バッファローのナイアガラ国際空港に向かう、途中、空港9マイル手前の住宅街に墜落し、 乗客44名乗員に4名及び、地上1名の合計49名が死亡した。2010年2月2日に、国家運輸安全委員会は翼への着氷で、失速警報が作動し、パイロットは機種を下げ、速度を上げるべきだったが、逆に機種を上げてしまったことで墜落を招いたとした。実際に運行していた、コルガンヤーのパイロットは、警報が作動した場合、機体を、 どう操縦すべきかの訓練を受けておらず、操縦ミスが原因と公式に発表した。日本で、Q シリーズを運用しているのは、事故が起きた Air 日本ネットワーク、ANA グループ、日本エアコミューター、ジャック、ジャルグループ、天草エアライン、国土交通省航空局、海上保安庁、オリエンタルエアブリッジ、琉球エアコミューターである。このうち、Q400 系は、 エアー日本ネットワークと日本エアコミューターの2社でオリエンタルエアブリッジが Q200 系、その他は Q300 系を導入した。運輸安全委員会によって重大インシデントと取り扱われたのはオリエンタルエアブリッジの Q201 及び日本エアコミューターとエアー日本ネットワークの Q402 である。これらの重大インシデントのうち 2004年11月21日に高知空港で着陸に失敗した ANA1617 便エアー日本ネットワーク運航の Q402 は操縦ミスによるものであった。運輸安全委員会は事故原因を機長の操作が適切ではなかったことエアー日本ネットワークによる訓練が適切ではなかったことによると発表した。2008年8月12日に ジャック2409便、大阪国際空港発、鹿児島空港業、Q402 で、離陸滑走中に、左エンジン側の4発生と出力低下により、離陸を中止した。負傷者はなく、エンジンの契機に異常はなかった。翌13日に、カナダ政府と、ボンバルディア社は、国土交通省に対して、エンジンの製造会社である、プラットホイトニーと協力しての調査表明した。 運輸安全委員会の報告では、離陸中に第一エンジンのドラムが脱落し、これが回転部分であるタービンのベーンに挟まったため、エンジンの故障を招いたと2010年2月に発表された。2009年3月25日に、長崎空港で離陸準備中であった、オリエンタルエアブリッジ311便の Q201 と訓練中であった、 エアフライトジャパンのパイパー PA-28 らは、双方とも離陸と着陸の下を受けたため衝突の危険が迫ったが、PA-28R-201 の判断で着陸を中止して、また行したことで、事故は回避された。使用中の滑走路への着陸を試みたことで、重大インシデントと認定され、朝日新聞や産経新聞では完成ミスによるものと報じられた。 2011年2月25日、海安全委員会は、最終的に管制官が PA-28R-201 を失念したことによるものと公表した。管制官は、Q-201 の後に離陸させる訓練機の話し合いに意識を取られ、訓練中の PA-28R-201 に着陸を許可を与えながら、継続的死人を怠り、 PA-28R-201 を失念したまま Q-201 に離陸の許可を出し、PA-28R-201 もまたフォワードスリップランディングという訓練科目のため通常のンのコードを取って最終侵入経路に入っていたことから Q-201 から支援しにくい状況が生まれた。2009年3月25日、 ジャック3760便、種子島空港発、鹿児島空港業の Q402 が、左側プロペラの回転数や動きの制御システム、左側エンジンオイルの圧力低下を示す警告が、点灯した。このため左側のエンジンを止め、右側エンジンのみで午前10時30分頃に、鹿児島空港へ着陸した。エンジン内部のギアボックス接続部内にあるシャフトが1本、折れ。 ギアボックスのケース2箇所に穴が開いていたほか、タービンブレードにも複数の損傷が見つかった。国土交通上より重大インシデントと認定され、調査が行われた。結果、インプットギアシャフトの製造過程で異物が混入し、このギアシャフトが疲労破断を起こして脱落、その破片が飛散して、エンジンケース、ブレード、レーンが破壊されたことが明らかになった。 運輸安全委員会は、カナダ航空局に対し、品質管理の改善を勧告した。日本での該当エンジン搭載機に対する特別点検は2009年9月18日までに完了した。同年7月23日に JAL エクスプレス2200便のダグラス MD-81 が大阪国際空港へ着陸し、駐機場に向かっていたところ、 ジャック2400便の Q402 が着陸許可を受けて同じ滑走路へ侵入中であったが管制官の指示を受けてまた業したため衝突の危険は回避された。運輸安全委員会の調査によると DC-9 から81は管制官からの待機指示を聞き取れず管制官も副省において誤りに気づかなかったため DC-9 から81は 滑走路を横断して駐機場への移動を始め、すでに着陸許可を受けていた Q402 が同じ滑走路に着陸を試みる状況となったと発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。